理不尽なものを見ていきたいと思います。まずこちらですね、配達物をね届けてくれています。こちらちょっとねポストに入りきらなかったんですが、工夫してねこのように配達してくれています。もうこの大きさじゃね、マンションとかにある宅配ボックスとかでも入らない可能性もあるので、受け取り人がいなかったら再配達かなと思うんですが、こういう配達方法があったんですね。物が曲がってしまう前にね早く取りたいですね。でこちらですね、電車がねホームに止まってくれています。こちら乗せる気も下ろす気もないですね、この電車。まあドアの横だったりね、上が空いてるんで、そこから入ろうと思えば入れるんですが、もう限りなく人をね乗り降りさせたくない電車です。でっかいキャリーケースとかね諦めましょう。でこちらですね、ゲームの買い取りですね。お売りください、フリーダムウォーズというゲーム、高価買い取りということで買い取り価格100円ですね。高価買い取りならもうちょい高くてもいいんじゃないかと思うんですが、白心の100円ですね。100円でも高い方なんですかね。ゲームなら高価買い取りとは言えない気もするんですが、こちらね高価買い取りだそうです。通常なら10円とかかもしれませんね。でこちらですね、元横綱朝青龍のツイッターですね。意味深なヘッダーでおなじみの朝青龍のツイッターなんですが、そんな朝青龍がつぶやきました。我が国最高の国、世界国々と平和に、ということで写真をね載せています。それに対してこちらの方が、ウクライナも早く平和になってほしいですね、ということで、もう早くね世界が平和になってほしいですね。それに対して朝青龍、ブサイクということで、この人のねアイコンが月亭方正さんですね。おそらくこれに対してブサイクと返信したんでしょう。まあ朝青龍ね、思ったことを素直に言ってくれる、それも良さですからね。朝青龍にとっては月亭方正さんはねブサイクだそうです。じゃあこちらですね、エンタメニュース、梅沢富美男、司会したことないのに嫌いな司会者4位に、ということで、もうこれは理不尽ですね。このランキング1位がミノモンタさん、2位が小倉智昭さん、3位が宮根誠司さんだったそうで、まあみんな司会者やってるんですが、司会をしたことない梅沢富美男さんが4位に入り、本人はねふざけんじゃねえよと発言したそうです。まあ最近はねちらほら司会もしているそうで、このランキングはまだ司会をしたことがない時にランクインしたそうです。もうこれじゃ単純に嫌われているだけというね、悲しいランキング結果です。でこちらの事件ですね、車のカーナビもぎ取る、逮捕の男、プーチン許せなかった、ということで、こちら今年の3月末に神奈川県で起きた事件ですね。無職の38歳の男がマンションの駐車場で駐車中のワゴン車に乗り込んでカーナビをもぎ取るなどして壊したとして器物破損でね逮捕されたんですが、この男調べに対し、ロシアのプーチン大統領のやったことが許せなかったなどと供述しているんですが、このワゴン車の所有者の男性はロシアとは関係がなく、さらに男との面識もないということで、もうプーチン大統領全く関係ないんですが、犯行理由がロシアのプーチン大統領のやったことが許せなかったとのことです。もう許せないですよね。でもカーナビをねもぎ取るのはやめましょう。じゃあこちらですね、スヌーピーに出てくる登場キャラクター、ファイブという男の子ですね。このファイブくんの説明、ファイブ本名は555-95472に、お父さんに家の郵便番号をそのまま名前にされてしまったということで、ひどい親の紹介がされていますね。家の郵便番号がね555-95472だそうで、それをねそのままお父さんに名前にされたそうです。ひどいドキュンネームでね、もっとちゃんと名前つけてやれよと思うんですが、まあ555ということで、本人もね周りに5と呼ばせるのが好きだそうで、まあ、本人が気に入ってるのならいいのかなという名前です。もう名前がバレたら住所もバレます。じゃあこちらですね、ペコちゃんキャンディーですね。みんなで遊ぼうじゃんけんポップということで、このキャンディーにグー、チョキ、パー、そしてハートがね描かれているんですが、それを一本ずつ持ってねじゃんけんで遊ぼうというものですね。まあグー、チョキ、パーはそれぞれじゃんけんでわかるんですが、ハートのスペシャルルールがこちらですね。ハートはグー、チョキ、パーの全部に勝てるスペシャルルールだよということで、ならみんなハート使うやろというね、とんでもないスペシャルルールでした。とりあえずハートがね最強ということで、もうハートゲーですね。じゃんけんにもハート、愛が大事ということをねペコちゃん教えてくれています。ということでね、強引すぎるのも気をつけましょう。以上です。